フライベルクの戦いは、ザクセン選定綱領で1762年10月29日に行われた7年戦争最後の大規模な戦闘である。1762年に女帝エリザベータが皇居すると、ロシアは戦争から離脱した。その間に、プロイセン王国は絶望的な状況から救われる。 しかし、オーストリア軍と新生ローマ帝国軍は、戦闘行為を継続したため、戦争の奇数は決していなかった。ザクセンでは当初、プロイセン王子ハインリヒが新生ローマ帝国軍を相手に、優勢に、作戦行動を進めていた。しかし1762年8月2日、ザイトリッツ中将がテプリツェで敗れると、ザクセンの大部分が失われる危機が生じた。 フリードリーヒ大王は、ザクセンのほとんどを、プロイセンの勢力下に止める、よう固執する。占領した地域は、将来の講和会議で、交渉材料になる予定であった。ハインリヒ王子はフライベルクで、24個、大体、7個義勇大隊及び72個、騎兵中隊を指揮下に置いていた。すなわち15,636名の不評と7,021名の、騎兵。 合わせて22,657名の兵力である。神聖ローマ帝国軍に従うのは45個大隊と74個、騎兵中隊であり、さらに、ザクセン公使、アルベルト・カジミールが率いる軍団の来園を待っていた。ハインリヒ王子は神聖ローマ帝国軍をザクセンから、駆逐するため、開戦を決意する。10月28日から10月29日にかけての夜、 プロイセン軍は4個の部隊に分かれて、防備を固めた帝国軍の陣地を目指した。ベリンク少将が最初の攻撃を指揮し、ある高地の占領に成功した。そこは帝国軍の右翼を砲撃するべく、1個、砲兵中隊を配置できる場所であった。いよいよ、プロイセン軍の前衛部隊がベーグファートからオーバーシェーナを経由して前進する。 そしてそこに配置されていたフザールを追い払うと、帝国軍の左側面に回った。帝国軍は、この迂回行動から逃げず、砲撃戦を展開するだけであった。その間に、プロイセンの不評は、帝国軍陣地への経路を確保する。そして、ザイトリッツ中将率いる、騎兵隊が攻撃を観行すると、帝国軍の不評はついに撃退された。 両軍とも粘り強く戦ったものの、2時間後には、戦闘が終結する。帝国軍は、ムルデ川を渡り、退却せねばならなかった。この戦いをもって、ザクセンでの作戦行動は終了した。フリードリヒ大王は、弟の称兵を褒めたたえる。老婆は私を20歳も若返らせた。昨日、私は60歳だったが、今日は40歳だ。 あなたは国に対し、核も大変な貢献をしてくれた。それは私にとって感謝しきれず、自ら謝意を表さずにいられないほどである。また、次のように断言している。この勝利によって、あなたは、オーストリアの頑固さに止めを刺した名誉を、恩味のものとすることができるであろう。実際、新生ローマ帝国軍と、オーストリア軍にとって、ザクセンの戦況は、 支えきれないものとなっていた。プロイセンの勝利は、あらゆる方面からの講和の気球につながる。フリードリヒ大王は、自己批判を経てもなお、弟のハインリヒ王子を、戦争の間に間違いを犯さなかった、唯一の将軍と認めたのである。ありがとうございます。